高橋由一チャンネル。統一教会のあの名称変更の件で、うん、あの前川さんがまたあのなんか騒いでたりとかして面白いことになってるんですけど。まああの下の片腕に出てきたんだけど、やっぱり役者が違うっていうか結構、はい、笑えますね。野党のあのヒアリングって言うんだけど、はい、あのメンツを見たら、はい、あれだよね、立憲民主、はい、あと共産、はい、それとあと社民と令和ですね、10代入っていた国民民主が抜けてるんですよね。国民民主はもうちょっとこんなん付き合ってらんないってことでやめたのかなと思いますけどね。はいはい、10代だと国民民主も結構それなりに付き合ってたわけですけどね。うん、野党合同ヒアリングっていつもね、疑惑が深まったっていうその言葉しかないんだよね。あ、何回やっても疑惑は深まったっていう、それで終わるわけ。なかなか進まないな。まあ、進まない。盛りかけの時もそうだし、疑惑は深まったってこれだけだから。結局何も出なかったに近いってこと。何も出なかった。あの、あそこでは何も出ない。うん、だから結局時間の無駄なんですけどね。今回の話はね、賭けに似ている。賭けの、あの、最初とそっくりですね。あ、そうですか。だって賭けの最初もね、そもそもね、はい、あの、前川さんかどうかっていうのは正直断言はできないんだけれど、はい、まあ文科省からのある文書のリーク、総理の意向であるというリーク、これが朝日新聞に乗っかることによって、はい、それで朝日新聞がこれを取り上げて、はい、実は賭けが起こったんですよ。賭、はい、け問題に出ち上げたんですよ。はい、最初のこの、朝日新聞のリークを見るとね、真ん中しかね、光を当ててなくて、周りは黒くぼやかしてる。そうでしたね。あのぼやかしたところに重要なことが書いてあるんだけど、そこを言わないで、はい、なんかも、真ん中だけ取り上げて、あの疑惑だって言った。はい。総理の意向って、ね、どうもあの文書はね、文科省の文書らしいんだけど、これがね、うん、一説によるとだよ、今言われてる方の、はい、から経由で流れたとも言われてるんだよ。これよくわかんない。ただ、あの、国会で、これはあの、あなたから流れたんじゃないですかって質問があったときに、あの、その前川さんは全くノーコメントでしたね。ノーコメントなんですか？普通は違うっていうよね、けどね、ノーコメントでしたね。否定しなかったですね。ということなんで、それある、ちょっと似てるって。賭けの最初の時も、その中だけ取り上げると、総理にこうでどうのこうのって書いてあるんだけど、周りも全然違ってんだよね。というふうなのがあれでしたね。だから今回もまた、あれでしょ、この、名称変更を、うん、下村大臣の意向であるというふうなことで言ってるでしょ、はい、はい、言ってます。なんとなく、まあ、あの方が出てくるとちょっと曲げて言うんだけど、で、賭けの話をするとね、結果的にどうだったかっていうとね、はい、あの、賭けの問題っていうのは何かっていうと、獣医学部ね、はい、これをね、新設をストップ させないっていうね、うん、これ、あの、文科省告示って言うんだけどね、はい、この指示っていうのが実は憲法違反に近いんだよ。だって普通は申請は自由でしょ。はい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 、申請を順でそれを許認可で跳ねつけるのは結構なんだけど、申請しちゃいけないって、はい、そもそもルールとしておかしいんだよね、うん、だからそれを申請していって直したっていう、それはだから、はい、愛媛県知事だったカットさんっていう方が歪まれた行政が正されたって、はいはい、はっきり言って国会で答弁したんですよね、うん、そうでしたね、はい、そう今回もね、それにね、今回のこのね、名称変更もちょっと似てるかもしれないなっていうのは私の見立てです。そうです。ちょっと説明しますとね、そもそも宗教法人っていうのは、設立っていうのは結構、申請のハードルが低くてね。はい。これ、設立が極めて緩いタイプの法人なんですよ。へー。これで、具体的に言うと NPO 法人と同じぐらいだから、すごく緩い。はい、形式審査ぐらいで大体みんな誰でも設立できるんですね。あまりその、設立厳しくしちゃったら宗教の自由に違反しちゃうんですよ。だから宗教法人は結構緩いんですよ。で、緩くて、それで名称の変更っていうのは届け入れって行為だから、もうちょっと言うとね、これ行政法を知ってる人だったら、宗教法人の設立っていうのは認証主義っていう言い方をする。認証主義っていうのは教科とか、そういうのが全然緩くて、はい、非常に緩いタイプの、設立できるって、そういうタイプの、あれ、法人なんですよね。これで、最初に、名称を言って、それで、
認証を受けるって手続きなんだけど、認証自体はすごく実は緩いっていうのはちょっと覚えておいてください。はい、これで、さらに言うと名称の変更っていうのは単なる届け出です。うん、届け出、うんうん。届け出っていうのはどういう行為かっていうとね、間違いでもない限り、実は役所の方は受理しなきゃいけないんです。そうなんです。それが届け出。だってはっきり言うと普通は郵送だもん。あ、そうなんですか。そうだよ、そのレベルだもん。ああ。だって審査とかないの。別に届け出だから。まあそうですね。で、実はこの前川さんが、この名称を拒否した、受理しなかったっていう言い方してるんだけど、これは1997年っていうんだけどね。はい。はい、もう本当にこれが受理しなかったっていうのが正しければ、はい、行政手続き法違反です。あ、そう。行政手続き法って1993年にできて、これ役人だったらみんな知ってるけどね。うんうん、届け出についてはね、もう受理しなきゃいけないってことになってるんです。だからこれをね、受理しなかったって前川さん言ってるでしょ。それ、もうはっきり言って、行政手続き法違反です、これは。さらに最近ね、どっかの、一貫誌かなんかに出てたけど、申請書類が誤ってたと。間違ってるのを、から受理しなかったんだと。それで、間違っているのを下村さんの時2010何年か15年ぐらい受理しちゃったって、そういうふうに書いてあるわけ。はい。でもね、さっきもちょっと言ったけど、届け出だからね、基本的に受理しなきゃいけないんだけど、これで間違っていたと言われてるのは、本書類じゃないの。本書類っていうのと、実は添付書類って2個分かれてるんですよ。ああ、はいはいはい。添付書類はね、はっきり言ってね、間違ってると見ないから、本書類だけしか見ないから。うん。だからその添付書類に間違ってても全然関係ないんだよ。ああ。それはそうだよ。だって、参考書類みたい、書類みたいなもんだからね。まあまあ、そうですね。そこは仮に間違ってても、変なのを受理したってことにはならない。ね。それで私もちょっと見たんだけど、添付書類の話で非常に形式じゃない話だから。うん、聞いて、それはね、まあ見ないし、もう見ててもこれちょっと直してくださいみたいなぐらいの話だから、大した話じゃないよ。それで、いずれにしても本書類の、届け出には全然差し支えないからね。で、それを共産党なんかが、ね、間違った、こんなの受け取るはずがないって言って、それで騒いでんだけどね。そうなんですね。受け取るって普通は。だって本書類じゃないから、うん。こういう点から考えてもね、届け出をしなかった、もう受理しなかった前川さんが手付き法違反だし、ひょっとしたら、はい、下村さんの時代、下村さんがどこまで知ってたか別だけどね、受理 しなかった方が、法で行政手続き法違反なんだけど、うん、行政手続き法違反を正したかもしれないなと思っています。なるほど。このぐらいの話ですね。こんな話をなんか鬼お首を取ったように言ってでもこういう話ってね、もうマスコミの手にかかるとね、とんでもなく悪くなる。これかけておくと全く一緒なんだよ、はい。一つはマスコミがこういうふうな行政手続き法のルールを知らない。そんなのを、あの時に非常に霊感商法で危なかったところを受理しちゃいけないでしょと思い込んでるだけだ。そうですね。本来は、そういうふうな名称変更なんかさっと受理するの。うん、ただし、霊感商法やってたら、これは、消費契約法違反とかそういうことでね、はい、そっちの方からやっていくっていうのが普通です。はい、うんうん、まあ、安倍さんの時にね、消費契約法を直してね、霊感商法は取り消せるってまでしたんだけどね、はいはい、それ以前だったらどういうふうにやってたかって、これは詐欺行為であるとか、そういうので裁判に持ってってくださいって、そういう言い方してた。はい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 。本当はそっちの方でやるべきですね。うーん、それを名称を届け出ないのが、さも正しかったのように、前川さん言うんだけど、これ違反ですよ。そうなん。前川さんってなんでそういうなんかトンチンカンのことばっかり言うんですか。トンチンカンの人だからでしょ。なんかね、私がこういうことちょっとどっかで言ってたらね、いや、あれはね、受理しなかったんじゃなくてね、向こうにお願いしたら向こうが届け出しなかったんですよって、そんな説明をしてるみたいですけどね。これもアウトです、はっきり言えば。その、1993年の行政手続き法によって、このような行政指導っていうのは文書でやれて書いてあるんですよ。ああ、なるほど。はい、はい。だから行政指導の仕方としてもアウトですね。どっからで来ていらっしゃってください。私だったら法律で全部答えられますから。もう、最初聞くと、前川さんって違反ばっかりしてますよね。違反ばっかり。国家公務員法違反もしたしね、天下りやせんでね。そうですよね。違反ばっかりですね、あの人。そうですよね、うん。国家公務員法違反は見事でやってくれましたね。あれ、天下り斡旋の法律作ったのは私なんだけど、はい、あんな法律に引っかかる人いないんじゃないかと私は思ってたので、見事に引っかかってくれましたけどね。それに法律を無視する方なんじゃないの？ああ、そういうことなんですね。
法律を無視して自分で恣意的な行政をしたい人なんじゃないの、はい、一番官僚としては悪いパターンですね。官僚はね、どんな悪法であっても法律通りやるんです。それは仕方ない。それあんまりもね、恣意的にやってたらそっちの方が問題なんですよ。そうですね。それはそうです。だからもし悪法だったら法律を直してくださいって、法律を直せっていうのが正しいんだ。官僚はね、こいつはこんなに借地条例で、借地条例かって言われて、借地条例の方がいいから、官僚は。そっちの方が民間の人にとっていいから、借地条例にやるしかないんですよ。確かに法律を違反しちゃダメです、はい、だから前川さんはもう法律違反ばっかりしてて、その法律違反してる人の意見に乗ってやってるのが今回の野党ヒアリングですね。なるほど。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。